よいこと、皆さん、こんばんは。本日またまた登場、ひょっこりひょうたんちま。3連休最後、パート2、みんな大好きラピスラズリ。コロナもまたまた増えてきておりますが、ちゃんと手洗いにマスク、ちゃんとしっかりしていれば、空気感染も何のその、一人一人がちゃんと気遣うことで、コロナも拡大を防ぐことができるはず。マスクをしていれば息苦しく、メガネも曇ってきちゃうわ。マスクを外せば、あ、口裂け女、ラピスラズリ。みんなが弾いてみたいアニソン、夢を叶えてドラえもんに弾いてみたいアニソン、
弾いてみたい曲を弾かせてあげるのもピアノが嫌いにならないコツだとも言えます。読譜力が難しい、これはゆっくり先生がちゃんとサポートしております。平音記号のドーム、アドーナッツ、アレモンのレ、アみんなのみ、アファンタのファ、ソはソフトクリームちゃん、ラはランドセルちゃん、シはシールのシ、ドはどんぐりのドーナと、ちゃんと平音記号に読譜もサポートしております。読譜力が苦手、曲を読み解くのが難しいと思い始めると黄色信号が点滅です。信号機と同じ赤信号、みんなで渡ればぺったんこ、右見て左見て、横断歩道もちゃんと渡りましょう。人への励まし、ためになるアドバイス、お年寄りや人を思いやり、ピアノレッスンでもピアノの知識や技術だけではなく人を思いやる心、下級生のお世話、みんなで仲良く遊ぶなど、自分でお片付けができる、靴も本当はちゃんと揃えて上がってきてくださるお母様方もちゃんと先生は見ております。なるべくちゃんと楽譜も自分で終わったらお片付けができる、何でもやってみようかにゃという気持ち、ミスや間違いは誰にでもあるのです。笑って許してちょんまげでございます。今日は初めてお届けいたしましたラピスラズリちゃん、それではまたね。雨が降ってきたわ。それでは明日からまたまたもっと頑張るわ。うさぎちゃん躍進の年よ。よい子の皆さんもぴょんぴょんぴょん、あぴょんぴょんぴょん、うさぎちゃんのように楽しく、うさぎとカメ、カメさんがとっとこだっとっと、うさぎさんがお昼寝している間に追い抜いていったとさ。それではね、バイバイキー。